representing Japan, Daisuke Takahashi. 伸び盛り17歳日本の高橋大輔。ワールドジュニアで優勝を飾った経験があります。曲はパガニーニの主題による変奏曲。17歳も積極感に立ち上がり4回転にトライします。上がりきらない感じでしたよね。だから回りきってないですよね、はい、この後はトリプルアクセルです。これは少しランディングがね、あのチェックが遅れちゃいましたよね。かろうじて支えました。そうですね。これは多分トリプルルッツループのコンビネーションを予定したんでしょうけども、した間に入ってしまいましたね。アクセルトループコンビネーションを予定したんですが、降りてきた時にフリーが触ってしまったんでトリプルアクセルだけになってしまいましたね、はい、サーキュラーフットワークですね。スピードがなかったですね、ちょっと疲れてる感じがしますね。ストレートラインステップシークエンスを踏んでますね。上手に音楽を使って表現してると思うんですけど、ええ、ステップ自体の難しさはいかがですか。ちょっとあの逆回転のターンが少ないかなと思いますね。
最後はちょっと疲れました。高橋大輔。そうですね、彼は本当能力のある子なんですが、今日はちょっと肩にも力が入ってるような感じで、彼本来の滑りではなかったみたいですよね。はい、はい、こう素晴らしくこう流れて滑れる子なんですけどね。はあはあ、はい、最初の4回転ですね。上がりきらなかったですよね。このトリプルアクセルはどうでしょう。このトリプルアクセルはあのフリーレッグを引くのがちょっと遅れただけだとは思うんですが、はい、でもああいう折り方しちゃうと減点要素になっちゃうんですよね、新ルールだと。はい、だから気をつけないといけないですね。去年の NHK 杯京都で行われましたが第8位だった高橋、得点が出ます。テクニカルエレメンツ 46.69、 伸びません。それからプログラムコンポーネンツ、芸術点 70.30、 フリースケートのトータルが 116.99 で、ショートプログラムと合わせた得点は 178.80、 この時点で第6位です。